最短で無駄なく絞るための有酸素運動を徹底的に解説してください。お願いします。有酸素ね、はい、まあ、有酸素やられる方とやられない方いるんでね、あ、まあ、皆さんに参考になるかって言ってそうなんです、まあ、でも有酸素はこういう感じでやると、まあ、僕はねおすすめですよっていうのを紹介したいなと思います、はいはい、まず、まあ、自分の例で言うと、はい、おすすめは、歩く、はい、歩く、やっぱバイクとかじゃなくて歩くと、はい、やっぱり自分の体重で負荷がかかってくるんで、はい、まあ、やっぱり、まあ、カロリーも消費も上がるというとこと、はい、あと心拍数も上げやすいですね、はい、あとやっぱり足の筋肉でこう、まあ、僕らもそうですけど自転車だと、はい、僕だけかもしれないですけどやっぱり押すんで結構疲労するんですよ足が。歩くってやっぱり日常生活の中でするとあるんで、やっぱりなんか筋疲労ができるだけなく、下半身そう、あのカロリー、あの心拍数が上がりやすいということですね。なんでまあマシンでやるなら、ウォーキングのマシンですね、トレッドミルで傾斜をまあ 2% ちょっとつけるといいですね、2から4ぐらいかな。で、まあ僕だと時速6キロぐらいの感じですね。そこそこ速いですね。まあちょっと大股の速い歩きって感じ で外だとまあ速い歩きで歩いて、はい、まあ時々例えばなんかまあねアップダウンもあるみたいな、まあっていうところかなっていう感じです。なのでまあ、はい、テーマとしてはテーマっていうかその考えてることとしてはやっぱりいかに足をそんなに疲労させない、はいはいはい、で心拍数を上げるかっていうことですね、はいはい、中でカロリーを消費するかっていうことですね、はいはい、やっぱり足のトレーニングすごいやっぱりボディビルの場合はこう大事にしてるんで、はい、よく有酸素やると疲労がたまる、はい、足が疲れるっていうか、はい、多分ちょっと強度が強いかなと思うんですよ。例えばすごい傾斜でトレッドミル歩いてるとか、ね、やられてるとやっぱりこう軽いウェイトトレーニングみたいになっちゃったけど、はいはい、カロリー消費はすごいんですよ、はい、やっぱり筋疲労がすごいたまりやすいと思うんで、はいはい、僕はまあそういうところを避けたいので、まあ、早歩きぐらいにしてますね、はい、あとは、まあ、時間なんかはね、まあ、さ30分から、はい、多いと1時間ぐらいまで、あるんですけど、はい、やっぱり有酸素を2時間3時間やらないとダメっていうのはちょっと減量としてはあんまりよろしくないかな、はい、まあ、やって1時間ぐらいかなと、多くてちゃんと多くて1時間半ですね、はい、思いますね。あと最近気をつけてるのはやっぱりこれすごい効果的だなと思うのはやっぱりトレーニング後の有酸素はやらない、まあ、昔はねやっぱトレーニング終わったらそのままエネルギーが枯渇した状態で有酸素やると脂肪燃えるんでって言って、はい、すぐねトレーニング終わったら、はい、で有酸素やる前にプロテイン飲むの、終わったらプロテイン飲むのみたいな、結構迷ってたじゃないですか、はいはい、プロテイン飲むとあるかなみたいな、終わってから飲もうかみたいな、いろいろ考えてたんですけど、はい、やっぱりトレーニング、あの食事制限ちゃんとした中で、やってれば、特に有酸素やるときってもう本当に減量の末期の方なんで、はい、体脂肪も少なくて、はい、エネルギーもやっぱり一番取ってない時期ですよね、カロリーで言うと、はい、なので、まあ、結構ウェイトトレーニングやってれば脂肪が自然に燃えるんで、はい、あんまりそのまま燃えてる脂肪をさらに有酸素して燃やすんじゃなくて、はい、燃えてるんだったらもう体の中でそのまま燃えてる状態を維持させといて、はい、なんでもうそこはもうできるだけやらない、はい、で逆に脂肪の燃焼が何時間かしてこう体の中がこう一回落ち着いた時にまたやるぐらいの方がいいかなと思います、ね、はい、なので僕だと今は、まあ、例えば昼にトレーニングするとするじゃないですか、はい、例えば3時から5時までトレーニングしましたっていうと、はい、5時からはもう何もしないですよね。終わってからは何もしなくて、夜のまた10時ぐらいとかぐらいから有酸素だけやるとか、うん、か、まあそれかあんまりやりたくないんでやらないですけど、僕は朝、はい、有酸素やって、はい、しばらく経ってからトレーニングすると、はい、みたいな感じでトレーニングとちょっとこうバラした時間帯ですね、はいはい、できればなんか真裏っていうことないですけど、まあ、はい、5、6時間空けたような状態で、はい、有酸素トレーニング有酸素みたいな感じで1日の中でこう分散してできると、はい、まあ、1日の中で脂肪が燃える時間が長く取れるので、はい、
これは非常に効果的かなと思いますね、はい、なのでまあトレーニング後にできるだけやらないように今はしてますね、はい、あとはそうですね、何気をつけてるかな、まあ、あとは頻度とかも効果が出ないときはちょっと1回休む、うんうん、1時間歩いてても全然もう体重全然ビクともしないとか見た目もハードになってこないときは1時間半にするんじゃなくて1時間でも効果が出てないんだったら1回やめてしまってちょっと休んでからまた1時間やる、はい、休むっていうのは何日かやらないということの方がまあいいかなと思いますね。多分1時間やって燃えないのに1時間半やって燃えるかっていうとそうではないと思うので、はい、多分1時間やって燃えてないときってもう体が代謝が落ちちゃってたり、はい、インサート反応しなくなってるんで、はい、まあ、1回休めてリセットさせて、はい、でからまた何日後かに再開する方がおすすめかなと思いますね、はい、まあ、一応感覚としてはそうですね、最後の一絞り1キロから2キロぐらいを有酸素をやることで落とすという感じでやってますね。ただなんかやっぱり若い頃 の、 あの糖質が足らない時代でやっぱり有酸素やんないとなんか最後の一絞り全然できなかったんですけど、ここ 2,3 年は糖質多く取ってるとやっぱ最後の一絞りが別に有酸素やんなくてもなんか自然に落ちてくるんですよ。要はダイエットが止まらなくなってきたんですよね。停滞しないんで、まあ、有酸素なくても全然去年なんかは良かったんですけど、またでもさらにやりましたけどね、まあ、今年もまあ最後はちょっとやると思うんですけど、まあ、今の本当に糖質たくさん取るようになってからはあの有酸素を必要とするところまであんまりダイエット止まらない感じになってますね、はい、まあ、そういう感じで、まあ、まとめると、はい、足が疲れないようにすると、はい、ね、筋疲労しないように、はい、だからあと時間を、トレーニング以外の時間のところで振り分けないといいかなと思います、はい、なんでまあ例えば1日1時間やるんだったら30分30分で分けてやったら、どっかで1時間じゃなくて、まあ、時間取れるんであれば30分30分で分けてやってもらうと、はいはい、さらにこう燃える時間が1日の中で、ね、はい、分散していいかなと思います、はい、まあ、そんな感じで、はい、やってもらうといいかなと思いますね。はい、ありがとうございます。